レイクスルーザーゲストコッ機会なんですけど、マルチタスクをやめてシングルタスクを手に入れる方法を科学的にご紹介します。皆さんマルチタスクしてますか？やることが多すぎると同時に行わなければ終わらないと、複数の仕事を一遍にマルチタスクで進める人がいます。例えば会議に出席しながらメールチェックをしたり書類をチェックしたり調べ物をしたりするっていう行為は一見すると効率的に見えるんですが、全然非効率で、注意を向けるタスクが多ければ多いほど生産性はどんどん下がっていくことは分かっています。これハーバード大学の研究なんですけど、効率の高い社員たちは注意を向けるタスクを切り替える回数が少なく、逆に能率の低い社員たちは1日に500回も注意を向けるタスクを変えるんですね。まあ、考えてみれば注意の矛先が変わるたびに頭をリセットして物事の関連情報を記憶から引っ張り出すので生産性が下がるのは当然だと思います。またイギリスロンドン大学がイギリスの企業で働く1100人のビジネスパーソンを対象にマルチタスクが与える影響を調査したところ、 PC やスマートフォンなどの電子機器を使ったマルチタスクをするとマリファナをするときや一晩中寝ないときと同じように IQ が下がることは明らかだったんですね。だからマルチタスクをすると脳の働きが低下して生産性も下がるので、一つの物事に一点集中した方がはるかに生産性が上がるわけですよ。でもどうしても勉強してる間にスマホ見ちゃうとか、どうしてもタスクスイッチが癖になっている人はいると思います。そんなとき手軽にシングルタスクに切り替えられる方法を最後に紹介して終わりにします。これアメリカコーネル大学の論文でパーキングロット思考っていうものが紹介されています。パーキングロットってのは駐車場って意味で、あるタスクをこなしてる時に余計な考えが頭に浮かんだり別の要件に関するメールが来ることってありますよね。そんな時それらを一旦パーキングロットに置いておいて目の前のタスクに集中できるようにするわけです。やり方は非常にシンプルで、あらかじめメモ帳なんかを用意しておいて、タスクと関係ない事柄が発生したら逐一そこに書き留めていくだけです。例えば仕事中に別件のメールが届いたら、今日メール返信でメモ書きした上で再びその仕事に戻ればいいわけです。くれぐれもメールの返信内容を考えたりとか不快にしすぎないで、今やってる仕事が完了したタイミングで後で取りかければいいわけです。これなんて効果あるかっていうと、頭の中にこれはやんなければならないってものがあると人間はやりたくなっちゃうわけですよ。でそれがマルチタスクに繋がっちゃうわけですね。またもしその行動を起こさなかったとしても、メール返信しなきゃっていう思考はいつまでも頭の中に浮かんでくるので、紙に書くことでそれを上手に消化してあげる必要があります。はい、というわけでこれからですね、パーキングロット思考でシングルタスクを極めてみてください。というわけで今回の内容が少しでも参考になったという方はですね、ぜひチャンネル登録高評価してくれたら嬉しいです。また概要欄ではさらにシングルタスクの効率を高める方を紹介しているので、ぜひ見ていってください。はい、ご視聴ありがとうございました。